主な材料はこちらですね。マッシュルーム、玉ねぎ、ベーコン、マカロニ、それとホワイトソースに使う牛乳です。分量の詳細は説明欄に書いてありますので、そちらをご覧ください。では、ベシャメルを作っていきます。ホワイトソースですね。できればこのステンレス製の鍋の方がやりやすいです。ステンレス製の鍋でしたらホイッパーを使って混ぜることができます。バター入れます。バターが溶けたら粉を入れます。火は弱火のままです。こんな感じですね。で、馴染んだら冷たい牛乳を入れます。少しずつ馴染ませていきます。温かい牛乳でやると一気にダマになってしまうので、プロの人でしたら対応ができるかもしれませんが、あまり作り慣れてない人が作る場合は冷たい牛乳を使った方が失敗が少ないしダマになりにくいです。なので牛乳は冷たくして冷たいものを使うことをお勧めします。馴染んだら少しずつ入れてください。それで軽く沸き始めてきたらゴムベラに持ち替えます。こちらはシリコンの耐熱用ですね。もしシリコンのやつがなければ木のヘラを使ってください。ちゃんと角張ったものを使うようにしてください。丸いものを使うと角まで混ぜることができないので縁の方が焦げてしまいます。そこの部分ですね。なので気をつけてください。で、火はこのぐらいです。まあ弱火でいいと思います。で、しばらく煮て粉っぽさを飛ばします。鍋底からつるんと落ちるような感じになれば OK です。で、これはこのまま放置しておいてください。ベシャメルの準備ができたら次は野菜の準備をしていきます。生のマッシュルームですね。缶詰だと酸味がついてるので缶詰のマッシュルームは絶対に使わないようにしてください。味が全く変わってしまいます。少し厚めにスライスです。玉ねぎも同様にスライスしてください。あんまり形とか気にしなくて大丈夫です。ベーコンは短冊切りです。野菜の準備ができたらまずはマカロニを茹でてください。で、次にフライパンを用意してバターを少量入れて、まずは玉ねぎだけ炒めていきます。軽くしんなり焼き色がつく程度炒めてください。こんな感じですね。多少生感があっても大丈夫です。で、そこまでいったらベーコンを入れて普通に炒めていきます。鶏肉を使う場合は先に鶏肉を焼き色つけて取り出してから玉ねぎを炒めてください。で、一度取り出しておきます。次は玉ねぎとベーコンを炒めたら、その同じフライパンで洗わなくても大丈夫です。そこにバターをまた少量入れてマッシュルームを一気に入れます。この時の火加減は多少強めの方がいいです。あんまり弱い火でマッシュルームを炒めてしまうと水分が出てきてしまうんですね。なので強火で手早く炒めるようにしてください。もうささっと焼き色がつく程度です。で、塩コショウをします。見た感じはこんな様子です。で、野菜が炒め終わったら先ほどのベシャメルソースの中に入れてください。マッシュルームと玉ねぎベーコンですね。で、これをしっかりなじませます。で、ちょっと温めるようなイメージで茹で上がったマカロニを投入して、これもまたささっと味をなじませます。で、ここで味見をして足りない味を塩コショウをします。
入れたらあとは耐熱皿ですね、オーブン皿に入れてください。あとは上からお好みのチーズをかけてください。まあピザチーズとかそういうのでも全然構いません。